高花さん、あゆなに布団を渡してあげて、凍えてる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。さあマンション、まだこの時間は結構起きとるね。友達マーク2つですよね。喧嘩だと思いました、私も。喧嘩だと思いました。だってちょうど2つだもん。私珍しく怒ってます。全然珍しくないよ、ガイタンくん。マホと喧嘩しました。うんうんうん、あれ、あっこの部屋ってマホちゃんやったっけ。仲直りして。じゃあこのイライラを沈めてください。マホと喧嘩しました。あ、ちょっと待って、腹立ちます。また押してしまった。仲直りをしてくださいまし。じゃあこのイライラを沈めてください。はい、それじゃあ、で、なんか、大好物とか何もないんか。じゃあとりあえずビスケットをいただきます。どうぞ。どうすか、結構美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。あれ、まほちゃんの部屋やったんかな。上の方友達マークついとったの。なんか外が明るかった、まだあれやけどさ、この間それでも怖いけど。外暗くって中もこれってめっちゃ怖いよね。やばいね。お、こちらこそごめんなさい。よかったー、ちゃんと仲直りできた。できんかと思った一瞬。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました、はい、よかったよかった。お、レベルアップ。だいぶレベル上がってきたね、ガイタンくん。はい、それじゃあとりあえず、何がいいかしら。カーデとサルエルパンツ、はい、これで服、カーデサルエルパンツをプレゼントしました。どうすか、いつもありがとうございます。ちょっとおしゃれな感じじゃない。私からのお返しです。ほいほい。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。はい、なんでしょう。実用品一応役をもらいました。ありがとう。私何もしても時間がかかるので、みんなを待たせてしまいます。まあすごくマイペースということなんやろうね、きっと。しょうがない、しょうがない。多少合わせていこうとする必要はあるかもしれんけど、でも多分周りも分かっとって一緒に追ってくれているはず。はい、ユニポンちゃん入るよ。私と遊びましょう。はい、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問、これは何でしょう。唐辛子。わかりやすい。唐辛子でした。思ったより細かったけど。第2問。第2問、これは何でしょう。アイスクリーム。答えはコーンや。コーン、私の好きじゃないコーンや。アイスクリームでした。超アップクイーン。最終問題。最終問題、これは何でしょう。何それ、ロボット、方位磁石、青じょ、ロボット。なんとなく答えはなんとなく、ふう、やったね。ロボットでした。全問正解おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、マトリオシカをもらいました。この島のみんなが仲良くなったらいいと思います。あ、なんでそんなに今日機嫌いいの。どうしたの。アスム、友達に戻れるかもじゃなくなっとる。いい思い出になったんやけど。え、これはどういう変化。友達に戻れるかもからいい思い出っていうのは、もう友達にすら戻らんってこと。え、どういうことなの。いただきます。どういうことなの。アスムの方はどうなんやろ今。どう。結構美味しかった。お、よかったよかった。友達に戻れるかもから結局友達に戻らんまんまここまで来たけど、
帽子変えよ、帽子。クロッシュ。はい、どうぞ。帽子、クロッシュをプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返しです。なんでしょう。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。さあ、ちょっとアスムの方を見に行きたいんだけど。寝てる。寝るな。寝るな。めっちゃ横暴やけど。いい気。は、これは。でも栄養ドリンクとかって本当になんか効くっていうけど。どうなんかな。ボク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 。元気出ました。お。まあでも飲んだら疲れが取れたような気にはなるのかな。わかる。わからん。正直わからんけど、多分何かしら効果はあるんだろうなと思いつつ。夢でよかった。どういうわけか食べ物、栄養ドリンクを拾いました。もらってくね。んで？なんか、アスムの方はいつまでも悲しいよね。取れるやろ？やっぱ、あれですか？女の子の方が、吹っ切るのが早い、切り替えが早いっていうやつ？ユニポンちゃんだけ、どん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 こう、心境がめっちゃ変化していきようやけど。どうなの？はい、みんな、ちょっと叩き起こすよ。募金募金。みんなに募金を募ります。寝てる子たちもみんな。今日は27,100円集まりました。ありがとう。で、この後みんなまた戻って寝るの？寝るなよー。はい、一軒家。あ、ここの部分ね。なくなった一軒家。つらい。この時間もまだ起き、なるほどね。この時間にも起きて、ラブラブ会話をしてるんすね。台湾さんどこ行った？こんな時間に家にいない。はぁ、ゆうまくんもいない。ふっ。ポイメさんとキャンディーさん。ナダさんとエイちゃん。仲いいね。会話って大事よ、夫婦の。ともやくんとのやりちゃん。やっぱ結婚しとるよね、この二人。で、子供がいるところは？あ、ユミさん、さっちゃん。寝てる寝てる。なんか、ユミさんが、子供の方に転がり落ちていきそうで、ここはもうなんかみんなしっかりまっすぐって感じやね。すげえ。すげえ、きっちりしてる。うちは？あ、ここや。あー、赤花さん！あゆなに、あゆなに布団を渡してあげて。凍えてる。この季節でも布団がないと寒いんじゃないかな。クーラーかけとんかどうか知らんけども。つらい。渡してあげてよ、布団を。ブルブル震えていたじゃないか。さあ、それじゃあ。やっぱりアスムは寝たんだね。寝たんだね。なるほど。はい、それじゃあ。この時間でもなんかみんな結構活発に活動をしているのだね。ヨガをしたりいろいろと。それじゃあ、お、何うとうとしてんだ、起きろよ。起きろよ。ヨミンちゃんめっちゃ転がりよるけど、入ります。ご機嫌やね。あゆなのそっくりさん、ようこそ。どうもどうも。お父さんは、私とよく遊んでくれました。お、ユミさん？いいお父さんやん、めっちゃ。はい、クリームシチューでもどうぞ。いただきます。今はね、もう一人の娘にものすごく愛情を注いでいるはず。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップー。はい、それじゃあ、道具で。何がいいかな？猫レンタル券。はい、どうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。
こういう時間帯とかにさ、旅行券。なんか多分ね、ヨミちゃんまだ友達とかおらんと思うんやけど、これ一人で行くんかな、旅行。え、いいんですか？いいよ、いいよ。では、楽しんできます。どういうところに、誰と行くのか、めちゃくちゃ気になるんやけど。あ、ヨミ一家の旅行 in フランス。なるほど、一人暮らししても、友達がおらんかったら家族と行くことになるんやね。下の子は。モンサン・ミシェルです。モンサン・ミシェル。まあでもね、下の子は、こないだ3人で行っとったけん。あ、ちゃんと身長合わせよんや。えらい。エッフェル塔です。えらい、さっちゃん。はい、チーズ。今度はこの3人で、下の子は、多分、他の住民とか親戚とかに預けたんであろう。はい、チーズ。いや、楽しそうでいいね。別に姉妹の仲が悪いとかじゃないよね。この二人を一緒に旅行に連れて行ってはいけないみたいな。あ、楽しかった。うん、よかったよかった。これ、お土産です。ほいほい。お宝、マルセイユ石鹸をもらいました。ありがとう。マルセイユ石鹸いいよね。めちゃくちゃいいよね。ん、遊びたい人たちが増えたな。ほい、それじゃあ、ともちゃん、ゆっくりゆっくり呼び寄る、どうも。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。お、超アップクイズ2回目やな。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？いちご、ありやすい。いちごでした。イェーイ。超アップクイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？キャビア。答えは多分、わからんけど。キャビアでした。よし、どういう部分かちょっといまいちわかんない。最終問題。最終問題。これは何でしょう？何これ、全くわからん。たこ焼き？なんとなく。え？おー、合ってた。たこ焼きでした。いいな、たこ焼き食べたい。食べたいものいっぱいあるよね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、バーチャルボーイをもらいました。ありがとう。自分のことより相手の気持ちも優先したいと思ってます。優しい、優しいね、ともちゃん。自分のことも考えていいんだよ。はい、キムチでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。すごく美味しかった。お、よかったよかった。キムチ、キムチいいよね。美味しいよね。辛いもの苦手やけど、キムチは食べれる。辛いけど美味しいけん。はい、それじゃあ、ちょっと、ミーニュースを見てこう。日付が変わって、29日、午前0時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。キリンの若菜ちゃんが、アユナ島にやってきました。キリンの若菜ちゃん。ほう。人懐っこい若菜ちゃんは、島でもすぐに人気者になり、アユナ動物園で楽しいひとときを過ごしています。いいな、なんかすごい楽しそう。今週いっぱい島に滞在する予定です。でもミーの大きさを考えたら、あのキリンはめちゃくちゃ小さいということに。この中、日々進歩しますね。日々進歩とかそういうことなん、これすごい。この時代に生まれたことに感謝します。いいな、キリン触ってみたいな、はい、どんな感じなんやろ。ザラザラしとんかな、ふわふわなんかな。ダイヤモンドがお伝えしました。想像がつかないんだけど。はい、それじゃあ、なんでこの時間にみんな遊びたがってるの。ミネットさん、またドグーマンに。私と遊びましょう。はい、遊びましょう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか。3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、これは何と何でしょう。蚊取り線香と綿飴。答えは綿飴と蚊取り線香でした。シルエットクイーズ第2問。第2問、ででん、これは何と何でしょう。全くわからんけど、カルボナーラとちくわ。答えはなんとなくベーコンとちくわ。はーはー、わかる
か、そんなもん。絶対、絶対カルボナーラ出したところで同じ影やけん。わかるわけないやん。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。誰にだって譲れない何かがあります。ミネットさんの譲れない何かっていうのは何だろう。すごく気になる。はい、ティッシュでもどうぞ。いただきます。今のところ私の譲れない何かはなんだかいまいちよくわからないけれど自分で。すごく美味しかったようです。よかったよかった。ちなみにミネットさんは悲しい。そう、ニコちゃん悲しいの。なるほどね。いや、だってふみこちゃんとね、付き合い始めた時、結構感動的な付き合い方やったのに、あんなあっさり別れると思わんかったよ。早すぎやろ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ああ、復縁が成功するとかそういうこと、そういうパターンこんかな。特に、アスメとユニポンちゃん。